SPG アメックスカードはあくまでホテルカードです。はいどうも皆さんこんにちは、カオルです。今日はですね、 SFC 修行者は SPG アメックスカードではなくエポスプラチナカードを作りましょうという動画でございます。はい、というのもですね、なぜ私がこういう動画を開けるかと言いますと、例えば皆さん人の言うことをですね鵜呑みにしちゃいけませんよっていうメッセージもございます。というのも有名な YouTuber が言ってるから、もしくは有名なブロガーが記事を書いてるからという理由だけで SPG アメックスカードを作るのは大変危険ですよということをお伝えしていきたいなと思います。はい、あくまで自分で考えて自分で行動するっていうのを心がけてください。例えばこれは人生においてもそうですよね。例えば上司が言ってるからとか先生が言ってるからとか親が言ってるからっていう理由だけで鵜呑みにしてはいけないですよね。必ず自分で考え自分で行動して自分の価値観自分の物差しと比べて自分で判断するのが適切な対応かと思います。そういった感じでね、僕の意見もぜひ聞いてみてください。はい、というのも今日はですね、 SPG アメックスカードではなくてエポスプラチナカードを進めている理由について3つお伝えしていきたいなと思います。まず1つ目が、単純にエポスプラチナカードの方が SPG アメックスカードよりもマイルが貯まるからっていうのと、そもそも SPG よりエポスプラチナカードの方がコストが安いです。そして最後、 SPG アメックスカードよりもエポスプラチナカードを押している理由が、修行においてエポスプラチナカードの方が役に立つという、この3つの3点からお話ししていきたいなと思います。はい、1つ目のマイルがたくさん貯まるっていう話なんですけども、これはですね実践付きの動画がございます。なので僕の説明欄にですね、 SPG アメックスカードよりもエポスプラチナカードの方がマイルが貯まります、かっこ実践付きっていう動画がございますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。そして2つ目のエポスプラチナカードの方がコストが安いっていう形なんですけども、これはですね、 SPG アメックスカードは毎年更新月にホテルが1泊無料になるから年会費をペイできるっていう意見がすごい皆さん言ってるんですけども、これ僕に言わせれば全然ペイできてないです。はい、というのもですね、皆さんにこんな問題を出したいと思います。一人の会社を経営している A 社長という社長がいます。 A 社長の年収は1000万円です。でも A 社長の会社の借金が1億円あります。さてこの A 社長は高所得者でしょうか、それとも高債務者でしょうか。はい、この流れでいきます。 SPG アメックスカードを保有しています。毎年年会費33,480円かかります。ですが毎年更新月にホテル1泊分無料券がもらえます。さてこのホテル1泊無料券にかかっているコストはいくらでしょう。答え33,480円です。はい、皆さんですね、1泊無料1泊無料って言ってますけど、実は無料じゃありません。33,480円のコストがかかって1泊無料です。なのでですね、これ皆さんですね、1泊無料1泊無料ってこれね、アメックスのトークに騙されちゃってるんですよ。はい、これ実は33,480円の年会費特典で1泊プレゼントです。はい、これがいわゆる口がうまいってやつですね。はい、実はですね、無料じゃ全くありません。はい、皆さん33,480円払ってます。払ってホテルに泊めさせられてます。はい、一方エポスプラチナカードはどうでしょう。はい、エポスプラチナカードを保有してます。年会費2万円です。年間結成額100万円以上で2万円本分のポイントのバックがきます。さてね、エポスプラチナカードを保有しているコストはいくらでしょう。答え0円です。はい、しかも SPG アメックスカードは200万円決済でマイル還元率 1.25% です。エポスプラチナカードは年間決済額100万円でマイル還元率 1.5% です。はい、皆さんどちらがいいと思いますでしょうか。そして3つ目の修行に役立つっていうことなんですけども、 SPG アメックスカードはホテルに空席があればね、あの無料アップグレードができるっていう特典があるんですけども、やっぱりホテルカードなのでバカンスを楽しむためには SPG アメックスカードの方がいいと思うんですけども、今回はあくまで SFC 修行なので修行に役立つ特典という意味ではエポスプラチナカードの方が軍配が上がると思います。その理由がまずプラチナコンシェルジュがついている、そしてプライオリティパスがついている、これが一番重要ですね。そして国内外の旅行保険がついている、これも最高の特典かなと思ってます。なのでエポスプラチナカードの方が修行層向きということが挙げられます。はい、以上のことから SPG アメックスカードは負債になってしまうんですよ。そしてエポスプラチナカードの場合は使い方によっては資産に変えることができます。そうですよね、投資額以上のバックがあるわけですから、エポスプラチナカードを持ってるだけで資産になり得ますよね。けども SPG アメックスカードは年会費を払ってホテルに宿泊消費をしてしまうので、こちら負債になってしまうんですよ。まあクレジットカード自体ね、もともと負債っていうものなんですけども、こういった形で
負債を持つのか、それとも資産を持つのかっていう観点でも選んでみるといいのかもしれません。はい、ということで皆さん、この動画はいかがだったでしょうか。もしですね、参考になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またグッド評価、コメント欄とかもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。こんな感じでね、人の言うことを鵜呑みにしない、ね、有名な人が言ってるからとか、有名なブロガーが言ってるからということで SPG アメックスカードを作るのは危険ですよということと、ちゃんと自分で考えて自分の物差しで物事を測って判断しましょうねというお話でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。